花巻東高校出身、埼玉西武ライオンズの菊池雄星です。岩手県代表応援してます。ありがとう甲子園。高校球児頑張れ。一生の思い出ですね。一生の思い出、はい。まあその中でも特に思い出というところが、はい、教えて、まあ最高の仲間と甲子園で勝ち上がれたことっていうのは今でも思い出になります。全寮制だったんですけど、そこで、練習もすごく厳しくて休みもほとんどなかったんですけど、その中で、苦しい中でみんなでこう励まし合いながら日本一を目指したっていう、結果的に日本一はなれなかったんですけど、みんなで目指せたところっていうのが一番思い出です。僕も勝てない時期がすごく長かったんですけど、キャッチボールが上手くなると同時に勝つ確率もどんどん高まったですね。その時期が全く被っていて、なのでいかにキャッチボールを丁寧にうまくやるかっていうのは、特にピッチャーは非常に大事なのかなというふうに思いますね。花巻東高校は結構走り込みをせずにウエイトトレーニングを重点的にやっていて、それが今の体作りの基礎になっているので、ウエイトトレーニングは早い段階で高校の時に教えてもらってすごくプラスになったなと思ってます。春の決勝戦では今広島にいる今村くんだったり、夏だったら今宮くん、堂林くん、そういうプロで今やってるメンバーと戦えたっていうのはすごく、鮮明に覚えてますね。その選手たちなんか印象で、はい、対戦した時、僕は体が細かったんで、もう全国の注目される選手は体が大きいなという印象と、本当にすごいバッティングみんなしてたので負けられないなというライバル心は常に持ってましたね。僕は夏の甲子園は怪我をしてしまったんですけど、チーム一つとなって一つでも多く勝とうっていう、そういう思いで、毎試合やってましたね。僕は駒大苫小牧が優勝したシーンっていうのはずっと覚えていて、北海道のチームでも優勝できるんだ、日本一になれるんだっていう、だったら僕らも岩手で日本一を目指そうっていう、そういう思いにさせてもらいました。一度しかない、高校野球ですので、悔いを残さず最後まで全力で、頑張ってください。応援してます。高校野球は僕らの原点です。